百田さんとか絶対襲われますよ、私なんかもう殺人予告とかあるいはサイン会の爆破予告とかしょっちゅう来てますからね12年連続100万部を達成したら引退っていうツイートも、私は今まで引退は5回ぐらいしてるんですけどね絵と一回りしたらちょっとまあ休んでもいいかなと思ってるんですけどね、この大記録がいうのをどこの地上波のテレビも新聞も一切書いてくれません。そこまで嫌われてるってすごいですね。なんかまだテレビ出れてますもんね。そうですね、三者言葉ねええねえいやだからねひどいんですよ、まあ、これはある番組なんですけど、はい、まあ、本のコーナーがあるんです。でその本のコーナーで月に1回ぐらいね、今売れてる本ベスト10ってやるんですね。私の本が大体発売すると大概こうベスト1とかベスト1になります、1位か2位になります、うん、ほらねそのタイミングの時に、今売れてる本ベスト10ってやるんですが、そういう時には大型書店とか有名な大きな本屋に行かないんですよ。もう10代の女の子しか集まらないような本屋見つけてきて、はいそこの本のベスト10ってやるんですよ。そんなとこさすがに僕は入ってないですそういうふうに僕の本がベスト10に入らないような書店見つけてきて、今週のベスト10ですってやるんですよ。これ全局そういう感じなんですか？あ、 TBS が特にひどいですけどねテレビ局の出演はそういうケースが多いと思うんですけど、放送作家としてのお仕事は大阪の朝日放送の探偵ナイトスクープ、はいはいはい、これ私34年前にチーフ構成でこの番組立ち上げたんですが、はい、やっぱこれ非常に愛着のある番組なんで、うん、もうこの番組だけはもう番組終わるまでもうチーフ構成やろうと思って、だから毎週企画会議出てます。へ、はい、探偵ナイトスクープってね、やっぱ朝日放送の、まあ、一番の、まあ、柱みたいな番組でね、全盛期は1年間の平均視聴率が 30% 超えましたから、でシェアが65ぐらいありましたから、ですからまあこれはちょっとね朝日放送としてもちょっと違い方形みたいなとこありましてね、まあ、その番組だけは、まあ、番組終わるまでやろうかなと思ってます。これは言いたいみたいなこうニュースだとか、例えばまあ岸田政権のことですとか、ほら喋り出すと1時間も2時間もかかってしまいますね、まあ、岸田さんは迷走してますよね、はい、だからあの人はもうどうなんでしょうね。あの方はね、私が見てるととにかく総理になりたいと、うん、いうのが目標やったみたいで、だから総理になってしまうとどうしていいかわからないという感じでね、周りにやりたいことがある人たちがうまいこと取り入って、うん、結構いい政策をやってたりとかするんですよ。スタートアップ5カ年計画っつって、はい、政府系の国立大学法人とかそういったところが直接的にそのスタートアップに投資できるようになったりとか、経営者の個人保証が実質的にいらなくなったりとか、創業5年未満の会社だったりとか、まあ、そういうの結構ねいい改革やってるんですよ。岸田さんがやってるのかどうかは知らないですけど、その周りの人たちがうまいことこう聞く力はあるらしいんで、聞く力なんか単に聞いてるだけと思いますけどね、言うと聞いてくれるっていう意味で言うと、はい、なんかやりたいことがある人たちにとってはいいんじゃないですか、そのビークルとしてね。まあでもここへ来てですね、岸田さんも私が見てる限り国防って大事よねと今思ってるとこありますよね。ああそうですよね、だから軍事費がまあ倍になるわけじゃないですか、うん、そうです ね、それは珍しいですよね。これまで、うん、まさにその左翼の人たちが、うん、ずっと反対してきたわけです、防衛費の増大に関して。でもほら、でもウクライナで戦争起きちゃったから、はい、やばいやばいってなって、うん、もう今反対する人いないじゃないですか。でつい最近もアメリカからトマホークを一気に500発買いましたからね、うん、こんなことやっぱり今までなかったんですね。トマホークもね買えなかったんですよ、あれ日本、ファイブアイズっていうアメリカとかイギリスとかそういったところの国から、日本というのはその情報管理が甘いと、うちらの大事なその国防上の機密は日本に渡せませんってなってたのを安倍政権の時に結構変えたんですよね。あのだから機密法案ですね。そうそう、機密保障法案とか、あれが大きかったんですよ、はい、つまりあのそういうその国防上あるいは国の安全保障上の機密を、重要機密を漏らしたら罪になるという法律をしたんですね。それで初めてアメリカとかが、うん、あそれやったら大丈夫やなと、うん、日本にトマホークもあれなかったら輸入できないですよ ね、 そうですね、多分あんなに、うん、ね。でもこの時も、まあ、最新もひどかったでしょ、うん、毎日毎日キャンペーンして、もしこの特定秘密保護法案ができたら、うん、できたらどうなるかということで、毎日毎日映画監督とか作家とかが出て、こんな法案ができたら自分たちはもうちゃんとした小説を書けないとか、うん、もう自由に映画を作れない、これを毎日一面にずっと連載していたんですよ。いろんな作家出ました、もうみんな覚えてますけどね、いろんな、はい、特定秘密法案とは何かというとね、4分野18項目なんですが、そのほとんどが軍事衛星の解像度の問題とか、潜水艦のプロペラそれの形とか、自衛隊の戦車の装甲圧、それどういう合金が使われてるとか、要するにそういうもんばっかりなんですよ。だから普通の一般の作家とか映画監督はそんな秘密を漏らそうと思ってもそんな情報知らないんですよ。ですからそういう秘密を持った人が要するにバラしたらダメだという、そういう法律なんですよ。なるほど。
だからなんかそういうミスリードは良くないですよね。それはほら何でもそうじゃん。マイナンバーとかだってずっとできなかったんですから、国民総背番号制なんて言ってましたからね昔ね。もうそれ30年前ですね。30年前ですよね。背番号これもみんな反対してましたよね。やっとね本当ねできるようになりましたけどね、うん、だって町の防犯カメラも長いこと反対でつけられなかったんですもん。市民のプライバシーはどうなんねえ言うて、その店とか町に防犯カメラ大反対言うて朝日新聞ずっとやってきたんですよ。防犯カメラがあることによってどれほど犯罪が防がれてるか。いやあれはね、特に僕性犯罪はそれで、うん、なくなってると思ってて、僕ほら刑務所入ってたでしょ、うん、で刑務所入ってた中に性犯罪系の人って結構いるんですよ。そいつらからそいつもうひどい話ですよ。でそれ自慢してくるわけですよ僕に。うわ嫌やな。要は街中はとにかく防犯カメラがあるから、うん、僕たち狙わないんですよそういうところは、うん、って言って、うん、もう田舎のロードサイドの田んぼのあぜ道とかで襲うんですって。うわ、だから要は監視カメラがあることで相当の人たちがそういう被害に遭わずに住んでる、うん、と思いますよ、はい、ちなみに監視カメラで宮台真司さんが切りつけ ね、ありましたけれども、いやだから私もやられるかもしれんな。大学の教授とかってやりたくないなと思う理由の一つはそれだね、うん、居場所が分かるから、ね、俺だから家ないしどこいるか分かんないことにしてるわけですよ、うん、それすごい大事なことですよね。だっておかしなやつ来ますもん。百田さんとか絶対襲われますよ、私なんかもう殺人予告とかあるいはサイン会の爆破予告とかしょっちゅう来てますからね。だからもうサイン会でその例えば有楽町だったらもう刑事が何人も来たとかね、爆破予告なんでその店1時間閉めて爆破処理班が何人も来てた。でその時にも NHK とかいろんな地元の新聞社来ましたけど、次の日に全く記事になりませんね本当にこれが左翼の連中だともう次の日だもう大きな記事ですよ。言論自由を守れとかこんな卑劣な犯罪許さないとなるんですよ。私の場合はどんなに爆破予告があっても殺人予告があっても一切記事になりません。警察まで来て報道機関まで来てるのに爆破予告がニュースにならないってことですよね、はい、それ確かにちょっとすごいあれです、ね、それはすごいな、はあ、橋本さんの方も非常に楽しみなんですけれども、これ次こう狙っているテーマですとか次回作などって決まってたりするでしょう。ちょっとぜひ、ね、アラビア太郎にアラビア太郎高橋コレッキオもぜひまあ入れる佐藤を書いたんでね、ちょっとアラビア太郎はちょっとまあ後半だいぶ後退したんですけど、来年にですね私週刊新潮で、はい、これも私の年齢から言ってもちょっとライフワークにしようかなと思ってるんですが、はい、モンゴル人の物語書こうと思って、はい、これはもう歴史の奇跡ですよね。本当にわずか数万人ぐらいしかいなかったモンゴル人がある時突然ジンギスカンという英雄を出たと同時に世界を制覇したんですよ。モンゴル人が制覇した領土半島ですね、これは歴史上世界最大半島なんです。すごいんですよこれ。要するに、ジンギスカンは戦略の天才なんですけど、ジンギスカン死んだ後も子供たち孫たちがもう俺同じぐらいの才能の持ち主なんですね。でずわーっと征服していって、で最後はまた風のように消えていくんですよ。これは一体何だったのかと、だからこの300年の歴史を描いていきたいなと思ってます、はい、面白いですね。楽しみにしてます。楽しみですね、はい。